問題,1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 例会社で女の人と男の人が話しています男の人はこれから何をしますか佐藤君、悪いんだけど明日の会議の準備ちょっと手伝ってもらえない社長に他のこと頼まれちゃってうんいいよ何すればいいこの資料20部ずつコピーしてセットしといて欲しいんだけどあ。 でも中身ちょっと見てもらってからがいいかな。一応ざっとは見直したんだけど。わかった。あれこれ価格が違うよ。え、嘘違ってたうん。これ25,000円じゃなくて28,000円。ってことは、この売上のグラフも違ってくるね。ごめん。ざっとチェックはしたんだけど。まあ、とりあえずもう一回一通り見てみるよ。 ファイル、メールで送っといて。後で直しとくから。ごめんね。すぐに送る。男の人はこれから何をしますか最も良いものは三番です。回答用紙の問題一の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから、答えはこのように書きます。 では、始めます。一番大学の事務室で、女の学生と係りの人が話しています。女の学生がセミナーに行く前に出すのは何ですかあの、この就職セミナー、まだ申し込めますか 来月8日のセミナーですね。まだ大丈夫ですよ。この用紙に必要事項を記入してください。はい。これでいいですかええ、結構ですよ。それでは、当日までにこの資料をよく読んでおいてください。あ、資料は当日も持ってきてくださいね。はい。それから、アンケートと課題があります。アンケートは、今月20日までにこちらに提出してください。 こちらのサイトからダウンロードしてメールで送ってもらっても構いません。課題の方は当日持ってきてください。はい、わかりました。女の学生がセミナーに行く前に出すのは何ですか 2番、2> 会社で男の人と女の人が話しています。女の人がこの後郵送するのはどれですかこれを今日の夕方までに郵送しなきゃなんなくて、全部で20くらいなんだけど。わかりました。入れるのはこの書類2枚と挨拶文の計3枚ね。で、名前と住所がこのリスト。 大学関係ですね。あのー、封筒はどれを使えばいいですかそうだな。折り曲げたくないから、大きいやつを使ってくれるわかりました。宛名は縦書きと横書きどっちがいいですかどっちでもいいんだけどね。じゃあ横で。わかりました。あとみんな先生でいいんですかいや、今回は学部生と大学院生だから。 さまで。わかりました。女の人が。この後郵送するのは。どれですか。三番。 男の学生と女の学生が駅の改札口で話しています。女の学生はこれからどうしますかどうしたのさっきの喫茶店に傘置いてきちゃって。先に帰って、取ってくるから。わかった。あ、でもちょっと待って。そういえば、青木さんたちもいたよね。まだいるかもしれないから、いたら預かってもらったら それ、いいアイデア電話してみるあ青木さん私、ちょっとお願いがあるんだけどさっきその店にいたんだけど傘を置き忘れちゃってそう預かって明日持ってきてほしいの赤で取っ手が黒傘立てに置いたありがとうじゃあねどうだったあったって明日持ってきてくれるって。 よかったねうん高橋さんは地下鉄だよね。私は中央線だからじゃあ「女の学生はこれからどうしますか?」。 4番大学で女の学生と男の学生が話しています男の学生はこの後何をしますかねえ木村さんゼミの発表を再来週だったよね悪いけど順番変わってくれないえーだって田中君来週の火曜日でしょう。私再来週だから まだだデータの分析をしてるところだよ実は前回先生に指摘されたところまだ直せてないんだ木村さん僕よりずっと進んでるじゃないお願いしますもうしょうがないなあまあ今回は中間報告でもいいみたいだしでも先生にお伺いを立ててからじゃないとダメだと思うよあとスケジュール管理してるリーさんにも連絡しなきゃうんじゃあ 先生にはメールで、リーさんにはすぐに電話しとくよ。リーさん、この時間きっと図書館だよ。先生は今日大学にいらしてるから、直接伺ったらそうだね。その方がいいね。じゃあとりあえず、図書館行ってリーさんに…あ、ちょっと待って。先生の許可がない限りは勝手に帰られないよ。まず研究室に行ってみればさっき廊下で先生とすれ違ったからいらっしゃるかも。 わかった。じゃああとでまた連絡するね男の学生はこのあと何をしますか 5番、レストランで女の人と店員が話しています。女の人はいくら支払いますかありがとうございました。お一人様3000円になります。お会計は3名様ご一緒でよろしいでしょうかはい、一緒で。このクーポン使えますかはい、ご利用いただけます。そうしますと、お会計の合計金額から、 10%引かせていただきまして、8100円になりますはい、じゃあこのカードで1回で 1> 恐れ入りますが、こちらのクーポンは現金のみのご利用になっておりますカードでのお支払いですと9000円になりますあ、そうなんですか、じゃあ現金で別々でお願いしますクーポンは1枚で3名までって書いてあるから、みんなで使えるんですよねはい、ご利用になれます 女の人はいくら支払いますか。問題二。問題二では。まず。質問を聞いてください。その後。問題用紙の。 選択肢を読読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう 「<例>会社で男の人と女の人が話しています。お店を決めた理由は何ですか?」。 田中さん、歓迎会のお店決まったあ、はい。駅の反対側の横綱っていう和食のお店になりましたえ、イタリアンのお店じゃないのおすすめだって言ってたじゃないええ、今回はそうか、ちょっと残念だな田中さんのお気に入りだから期待してたんだけど何ちょっと高かったいえ、高くはないです むしろ安い方だと、ただ…ただ部長がすごくいいお店だって言うから、美味しくてサービスがいいって。ああ、そういうことね。じゃあしょうがないね。そのイタリアンのお店はこの次行こうよ。そうですね。お店を決めた理由は何ですか 最も良いものは三番です。回答用紙の問題二の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。大学で。 男の学生と女の学生が話しています。男の学生は、プログラムの何がいいと言っていますか マリアさん、エレベーター前のポスター見た正月を仲間と過ごそうっていうタイトルのいえ、何ですかそれ留学生と日本人学生が集まって年末年始を一緒に過ごすんだよいろんな行事とか体験しながら大学のゲストハウスに4日間泊まって食事付きで5000かなへえ、面白そう私、今年は国に帰らないし 参加してみようかな。4日で5000円っていうのも安いですね。うん。僕も参加したことあるけど、良かったよ。いろんな人と知り合えて。マリアさんにおすすめだよ。じゃあ、早速資料をもらってきます。男の学生はプログラムの何がいいと言っていますか 2>, 2番、男の人と女の人が話していますどうして打ち合わせの予定を変更しなければなりませんか 原さん、abc 広告との打ち合わせの日を変更しなければならなくなったよ。どうしたんですか？サンプルも上がって準備はできてるのに、15日だと青木さんが打ち合わせに出られないんだよ。ああ、彼大阪に出張でしたね。でも、日にちが重ならないようにしてたんじゃないんですか？うん、大阪の件は、もともとは14日で約束してたんだけど。 先方がどうしても15日にしてほしいって言ってきたらしい。そうなんですか。まあしょうがない。でも、ABC 広告とは今回が最初のプレゼンだし、どんな質問とか注文とかが来るかわからないしね。デザインをした本人には、いてもらった方がいいんだよ。そうですね。じゃあとにかく日にちを変えてもらうしかないですね。そうなんだよ。 どうして打ち合わせの予定を変更しなければなりませんか三番国際フェアについてスタッフが話しています。 今回初めて演奏をするかもしれない国はどこですか 今年は去年以上に盛り上げたいねもちろん料理はいつもにぎわうからステージに力を入れたいねそうね去年は中国のニコとかタイの踊りとか評判良かったけどステージのプログラムは少なかったかなあと2つ3つ欲しいよねうん2つだねニコってチェルみたいな楽器でしょあの音好きだな優しい感じで やっぱり音楽はいいよ人が自然に寄ってくるしうん、じゃあガムランはどうああ、いいんじゃないかなバリ島は日本の女性に人気があるからねそれにインドネシアはまだステージでは何もやったことがなかったから新鮮でいいと思うそうね、わかった僕はモンゴル相撲が見てみたいな最近モンゴル出身の力士が多いから 日本の相撲とどう違うか興味ある人多いと思うそれも良さそうじゃあそっちをお願いね分かった今回初めて演奏をするかもしれない国はどこですか 4番男の人と女の人が話していますどうして最初に提案した店にしなかったのですか 田中さん、今年の忘年会はどこがいいでしょうそうね。ミラノは駅からちょっとあるけど。ああ、あそこは間違いないですよね。雰囲気がいいし、料理もおいしいし。値段も手頃だしね。もしくは和食の店で藤屋かな。こっちは駅前だから便利だよね。ああ、藤屋もいいな。 魚がうまいですよね、新鮮で。うーん、困りましたね。でもあれかな。ミラノはここんところ続いてるのよね。野田さんの送別会の時もあそこだったし。確かに。ちょっと多いかもしれませんね。変えた方がいいですかね。そうね。いいんじゃない藤谷で。じゃあ、早速、予約しときましょうか。 年末はすぐ埋まっちゃいますから。うん、そして。どうして最初に提案した店にしなかったのですか。五番。 夫婦が話しています。夫は部下に対して怒っているのはなぜだと言っていますか どうしたのまったく、最近の若いやつは言うことがめちゃくちゃだ。言葉遣いまあ、敬語とかの間違い多いよね。それはもう諦めてる。でも、会議に遅刻しておいて、謝り方も知らないというのはどうかと思う。なんて言って謝ったの資料の準備が大変だったから仕方がないっていう言い方なんだよ。確かに大変だったのは俺も知っていたけれど、 だからといって全然自分に責任がないような言い方をすることはないだろう。あれじゃあ他の部の連中やお客様に恥ずかしいじゃないか。全くもう夫は部下に対して怒っているのはなぜだと言っていますか 6番留学生と女の先生が話しています留学生はどこの紅葉を見に行くつもりですか ジョンさん、日光は紅葉どうでしたそれが、いい時期はもう過ぎてしまったみたいなんですそうですか、京都は来週が見頃だって昨日ニュースで言ってたけど日光はちょっと早かったんですねどうして日光と京都で時期が違うんですか日本は小さい国だけど意外に南北に長くて 高いところと低いところの高低差もあるから地域によって気候のの差が結構あるのよだから紅葉のシーズンも北から南にだんだん移っていくのそうかそれで京都の紅葉は来週が一番いいんですねいいなあ見てみたいなこの時期の京都はすごく混みますよ宿が取れないんじゃないかな そうなんですか。でも、宿はどこでもいいんで、ちょっと調べてみます。あ、先生、桜はどうなんですか桜も北から南なんですかい,いえ、逆です。南の方からだんだん暖かくなって花が咲いていくから、南から北の順になるんです。東京は3月の終わり頃から4月がシーズンだけど、 北海道は6月頃に咲くところもあるんですよなるほどじゃあその頃を楽しみにしてます留学生はどこの紅葉を見に行くつもりですかここでちょっと休みましょう 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょうレ<ー>テレビで女の人が話しています。 最近は市民マラソンがあちこちで開かれるようになりましたね私の町でも3年前から開催されていますもともとジョギングを楽しむ人は多かったんですがマラソン大会が開かれるようになって走る人が年々増えているように思いますまあ健康的でいいことだとは思うんですが中には遊歩道をスピードを出して走る人もいて いきなり後ろから追い越されて、びっくりすることがあります。ゆっくり歩いているお年寄りや、小さい子供を追い越すのを見るたびに、ヒヤヒヤします。女の人は、何について話していますか。一。<1 S 1> 前の人の追い越し方。二。 走っている人のマナー 3. マラソン大会で驚いたこと 4. 市民マラソンの面白さ最も良いものは2番です回答用紙の問題3の例のところを見てください最も良いものは2番ですから 答えはこのように書きます。では、始めます。1番 1> テレビで専門家が話しています。携帯電話は便利ですが、使い方によってはとても危険です。ゲームでお金を使いすぎたり、情報が盗まれたり、 そういう危険もありますがもっと身近な危険もあります。えー、車の運転中に携帯で話すことは法律で禁止されていますよね。なぜかというと会話に気を取られて注意が足りなくなるからです。で法律はありませんが歩きながら携帯でしゃべるのも実は危ないんです。特に、 駅なんかの人の多いところでは注意が必要です。歩くのが遅くなって人の邪魔になったり、人にぶつかったりしますからね。携帯電話について、どんなことを言っていますか一、<S 1> 1 <S 電話で話す人の邪魔をしない方がいい。二、 新しい使い方の法律を作ったほうがいい三、盗まれないように気をつけたほうがいい歩きながら電話で話さないほうがいい二番。 男の学生と女の学生が食堂で話しています何食べようかな僕はこれスペシャルランチ美味しそうだけどちょっと野菜が少ないんじゃないほらそこ見てよこのハンバーグ豆腐使ってるんだよだからカロリーもそんなに高くないなるほどねでもカロリーは別にいいの 野菜とか豆とかいろいろ食べたいのよ。偏りがないように。じゃあこれつければ。へえ、プラス百円でこの季節のサラダがつくんだ。いいなこれ。よし決まり。女の学生は何を気にしていますか。一 栄養のバランス 2, 2野菜の量3カロリーの高さ4サラダの値段3番 市民講座で講師が話しています皆さん食べ物を保存するとき何でも冷蔵庫に詰め込んでいませんか食品によっては冷蔵庫に入れない方がいいものもあるんですよ例えば芋類ですさつまいもは普通の室内の温度の方が持ちますし じゃがいもも、冷蔵庫に入れると水分が抜けてしまいます。他に、冷やすと甘みがなくなる種類もあります。おいしく食べるには、それぞれ方法があります。今日はそのお話です。講師は何について話しますか 1, 1. 冷蔵庫の使い方 2. 2食べ物の保存方法 3. 野菜の料理の仕方 4. 芋の種類の分け方 4番女の人が街で道を聞いていますすみません地図を見るとこのあたりに郵便局があるはずなんですけどご存知ないですかああありますよそこのデパートの7階ですえデパートの中なんですかそれで見つからなかったんですね ありがとうございます。ああ、デパート今日は定休日ですよ。あ、本当だ。うーん、ここまで来たのに。市民公園の方にも一つありますけれどね。市民公園ですか。ここからどれくらいでしょう。うーん、歩いて十分ぐらいですかね。来てならそこの食料品店でも扱ってますけどね。 食料品店で。あ、そこで間に合います。ありがとうございます。助かりました。女の人は。何をしたいと思っていますか。一。デパートに行きたい。二。公園に行きたい。三。 手を買いたい。四。食べ物を買いたい。五番。会社で。同僚が話しています。あれ。課長外出中。あ,あ。 例のトラブルのことでお客さんのとこに行ったのかそう謝りに行くって出かけたよだけどあの問題ってお客さんの側にもチェックが漏れたりして悪いところがあったのにこっちがわざわざ謝りに行くほどのことかなでもうちがミスしたのは確かだからね電話だけじゃよくないって思ったんじゃないま課長は 謝るるのはただ,だからっっててよく言ってるしねうんでもあんまり簡単に謝るのもかえって信用がなくなるんじゃないかと思うこともあるけどねあ今回のことは別だよミスはミスだから誠実に対処しなきゃただ課長の考え方はちょっと疑問を感じるな。 女の人は今回の課長の行動についてどう思っていますか課長が謝りに行くのは当然だ。2> 2課長は謝らず客に謝らせるべきだ。課長は電話で謝るだけでいい。 課長も客も謝らなくていい問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれから それに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例片付け私の方でしておきましょうかわかったそうしておくよ。 に。2> 2そう。助かる。三。いや。そんなことはないと思うよ。最も良いものは。二番です。回答用紙の問題四の。例のところを見てください。最も良いものは。二番ですから。答えはこのように書きます。では。始めます。 1> 1番ああ傘持ってくればよかった1じゃあ持っていこうか 2, 2だから持つって言ったじゃない3なんだ持ってないの 2番。ありがとうございます。お会計はご一緒で1。い,いえ、別々で。2。い,いえ、ご一緒じゃなくて。3。A、割り勘で。 三番。お弁当にお箸をお付けしますか。一。はい、大丈夫です。二。はい、お願いします。三。はい、お付けしてください。四番。 それは取っといてもいいんじゃない？1。うん取ってみよう。2。ええー、もう使わないんじゃない？3。そうね。取った方がいいのかな？ 5番、もっと早く教えてくれたらよかったのに。1、1> すみません。これから教えます。2>, 2、すみません。次から気をつけます。3、すみません。ちょっと早かったですね。 6番お客様、コートもこちらでお預かりしますが」「1」「い,いえコートは結構です」「2」「そうですかじゃあ預かります」「3」「ありがとう」「でもお預けは結構です」 7番、田中さんに連絡取った方がいいんじゃない1、ええ、えそれで結構です。2、はい、取ってみます。3、いいえ、まだ取っていません。 8番、小林さん、今手空いてる 1>, 1、ええ、急ぎのものは特に。2、2> いえ、まだ開けてないんですが。3、すみません、今ちょっと空きがなくて。 9番さあどうぞ今日のはまずまずといったところかなそうすごくおいしそうだけどそうとてもまずそうには見えないけど 3> 3そりゃそうだすごくおいしそうだもんね。 10番。さっき小田さんに会ったんだけど、足の毛が大したことないって。1。1> そりゃよかった。2>, 2。そりゃ心配だね。3。そりゃ無理もないね。 11番、ないなあこの辺にしまったはずなんだけど1またちゃんと覚えててよ 2> 2そうちゃんとしまるはずだよそんなはずはないよもっとちゃんと探して。 問題,5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありませんメモを取ってもかまいません1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず、 話を聞いてください。それから。質問と。選択肢を聞いて。一から四の中から。最も良いものを。一つ。選んでください。では。始めます。一番。 男の学生と女の学生が美術館の職員と話しています入場料は1000円か学割が使えるから2割引きになるんだよねあ,あ、いいんだよ招待券があるからいらないあ,あ、そうなのじゃあありがたくすみませんこれで2名お願いしますはいあ、すみませんこのチケットは 1> 1枚お一人様のみのみご使用になるんですがえっそうなんですかあっほんとだ1名って書いてあるこの間のチケットは2名分だったんだけどなまあしょうがないじゃないじゃあ1人はこれで1人は学生割引ではい学生はいくら払いますか 1、2000円。2、1600円。3、1000円。4、800円。 2>, 2番女の人が学生の就職について話していますここ何年か企業の募集が減り皆さんも大変だと思いますしかしその一方でこの桜電機のように今日あらゆる分野でグローバルに人材を求める企業が増えています日本への留学生だけでなく 海外の大学で日本語や日本経済を学んだものなど採用の対象もより広くなっています背景として少子化による労働力不足や国内消費の伸び悩みなどがあるかもしれませんしかしそれらを含めた経済や社会のグローバル化がその最大の要因といえこの傾向は 今後もさらに進むものと思われますただそうした中日本の企業や経済には伝統的な日本のやり方や考え方が広く残っていてそれに戸惑いうまく対応できない外国人もいますそのギャップを埋められるよう皆さんにはしっかりと企業と学生の橋渡しをしていただきたいと思います 女の人は誰に対して話していますか 1, 1. 外国人留学生 2. 2学校の就職指導の担当者 3. 企業の経営者 4. 企業の面接担当者 3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 3番料理教室で女の先生が話しています今日は皆さんに白菜を使った料理に挑戦していただきます白菜はもともと冬のお野菜なので鍋料理が代表的ですがそれ以外にもさまざまな料理に使うことができます。どの部分を使っってても美味しく食べることがができますが場所によって 硬さや味に違いがあります外側の青い葉は硬くて苦味が少しあって油を使った料理や鍋料理によく合います中心部分は柔らかく甘みがあってサラダや漬物などにぴったりですではまずどんな料理にチャレンジするか考えてみてください白菜か 何か変わったものがいいけどお寿司じゃ変だしでも要するにキャベツみたいなもんだよねじゃあロールキャベツとかがいいのかなあそれいいかもあいそう私はサラダにしようかな毎日食べるからメニューが増えると嬉しいいいんじゃないキャベツとかレタスとかが高くなった時に代わりに使えるしそうだなあ。 僕もそういうのにしようかなそういうのって普段食べるようなものそうするとやっぱり炒め物だな簡単にできるから中華風に豚肉とか人参とかと炒めようかなじゃあ私がロールキャベツやろうかないいもちろんほらサラダだとすぐできて面白くないしそれにこれからどんどん寒くなるじゃない あったかい煮物の方がありがたい気がしてきた。でも普通じゃつまんないから和風にしてみようかな。あ、いいね。そうして。質問一。女の人はどのように調理しますか 質問「男の人はどのように調理しますか?」。